一番多い質問はやっぱりですね、ご飯をどのぐらい食べたらいいんですかっていうお米の量についてのご質問です。一つの目安としてお伝えしているのは1人1日2合という目安なんですね。逆に人によっては1日2合では足りませんっていう方もいらっしゃるんですね。こんにちは、柏原ゆきおです。いつもゆきおチャンネルご覧いただきありがとうございます。お米生活、お米ダイエット、セブンデイズチャレンジの6日目です。あ、やっぱりお米っていいなっていう、そんな気持ちになってきてますか？今まで以上にご飯が美味しく感じられるようになってたらすごく嬉しいです。今回はお米生活でよく質問いただくことについてお答えしていきます。一番多い質問はやっぱりですね、ご飯をどのぐらい食べたらいいんですかっていうお米の量についてのご質問です。一つの目安としてお伝えしているのは1人1日2合という目安なんですね。1日2合というのは成人女性の大体の平均的な量のイメージなんですね。1日朝昼晩と3回ご飯食だった場合に全体で大体2合ぐらい食べていただくとバランスがいいというそんな量なんですけれども、でも2合食べることが大事なのではなく、自分の体に合わせること、自分に合った量を見つけることが一番大事です。一人一人消化機能も違えば代謝、そして消費量も変わってきます。ライフスタイルも違いますので、自分に合う量を食べるというのがすごく大事なんですね。もう一つの観点としては体調に合わせること。同じ人でも日によって体調って違いますよね。なんかすごくお腹が空いて食欲がある日もあれば、今日はなんかそんなに食欲ないな、そんなにたくさんいらないなっていう日もあります。体は常に一定ではありませんので、その時の自分の調子に合わせて食べること、食べる量を調整することが大切になってきます。特にこれまで食べる量を減らしていた人、不規則な食生活をしていた人、固形物じゃなく液体物、スムージーとかプロテインドリンクとか、そういう液体物が多くなっていた方、あとは胃腸機能が落ちている方、そんな方にとっては1日2合はちょっと多くて食べるのが大変という量になると思います。そんな方は無理に2合を食べず、少しずつ量を増やしていく。胃腸が元気になって機能が上がっていくと食べる量が増やせますし、食べても太りにくくなりますので、その体の変化に合わせて量を増やしていくっていうことが大切になります。逆に人によっては1日2合では足りませんっていう方もいらっしゃるんですね。もともと胃腸機能が高くてよく食べる方、あとは活動量が多いとか、運動なんかをしてる方、あとは男性とかは2合では足りないと思います。私自身も大体平均的に1日2合ぐらいなんですけれども、日によってはですね、なんか今日はやたら食欲があるぞっていう感じで2合以上食べてる日もありますね。もうおかわりしちゃうっていう時もありますし、あとは逆に食があんまり進まなくって今日はそんなにたくさんいらないなって感じる日なんかもあります。という日でも私は 1.5 合ぐらいは食べてるかなっていう感じなんですけども、まあ、そんなぐらいですね。日によって食べる量っていうのは結構差があります。お米生活を始めたばかりの人は最初から無理してたくさん食べず、様子を見ながらどのぐらいが自分の調子がいいのかなっていうのを見ながら食べてほしい。そして体というのは食事によってどんどん変化していきますので、体の変化を感じながら、お、なんか食べれるようになってきたな、食欲が出てきたなっていう風になったら食べる量を増やすっていうのをやってみてください。2つ目もよくいただく質問なんですけれども、ご飯とおかずの割合が分かりませんっていう、そんなご質問です。私が普段ご提案しているのは、日常のお食事はご飯とおかずが6:4、ご飯が6でおかずが4、少しご飯の方が多くておかずの方が少なめという、そんなバランスをご提案しています。6:4の食事について解説した動画たくさん出してますので、概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はそちらも見てみてください。ここで大事なのは、この6:4というのは毎回の食事をきっちり6:4にするのではなくて、全体的な平均で見た時に6:4になれば OK というそんな感じなんですね。そして重量なのか体積なのか見た目なのか、何をもって6:4なんですかっていう質問をいただくんですけれども、重量とかをきっちり測る必要はありません。もう見た目の大体の感じでいいんですよ。一般的に外食で定食とかありますよね。ああいう一人前の定食をイメージしていただいた場合に、おかずは半分ぐらいちょっと減らした感じで、
その分ご飯をしっかり食べる。味噌汁の具の部分はおかずとして考えるところになります。ですのでおかずがボリュームあるときはお味噌汁の具材は軽めでいいし、おかずのボリュームがあんまりないなっていうときにはお味噌汁の方を具をたくさんして、お味噌汁の方に具たくさんでボリュームあるものにしていただくっていう感じで、おかずとお味噌汁の具合わせておかずという風に考えていただいて、大体のこう見た目のバランスでいいんですね。あとは3食平均で考えればいいよっていうところで、朝は大体おかず少なめのパターンが多くなりますよね。その分昼や夜におかずのボリュームが少し4割よりも多くなるっていう形でも大丈夫です。ご飯とおかず6対4というのは毎食きっちり考える必要はありませんので、ゆるく考えてみてくださいね。質問の3つ目は、ご飯以外のものを食べちゃダメですか、パンや麺が大好きなんですけどっていう、そんなご質問結構あります。お米生活、お米ダイエットといっても他のものを食べちゃいけないというそんな考え方ではありませんので、パンも麺も食べてください。私もパンや麺大好きです。ただ傾向としてパンや麺の回数が増えますとやっぱり調子が整いにくいんですよ。ですので基本はご飯がベース、普段の中心はご飯食にしておきながら、パンや麺は時々変化を楽しむものとして位置づけていただくといいんじゃないかなと思っています。パンや麺の回数をどのぐらいにするかということに関してはもう皆さんの自分の体調次第だし、どれぐらい改善したいのか、結果を出したいのかっていうことによっても変わってくると思うんですね。現時点で体調もいいし改善したいこともない、今の現状維持で OK と、そんな方は体調を見ながらパンや麺の回数増やしても全然 OK だと思うんですね。でもパンや麺が普段多い人がご飯食に変えた時に、今まで元気で調子がいいと思ってたけどご飯食中心にしたら今までの状態があんまり良くなかったんだって気がつくケースよくあるんです。ですので今回7日間チャレンジしていただいているのは、集中的に1週間ご飯食にした時にパンや麺をちょこちょこ食べてた時と比べてどのぐらい違いが出るのかっていうことも体験していただけるんじゃないかなという、そんなチャレンジなんですね。もし体質を改善したいとか、体調をもう少し良くしたいとか、お肌をきれいにしたいとか、何かねもっと向上したいというそんな目標がある方は、少しご飯の割合を増やす、パンや麺は週に1回とか2回とか、まあ、そのぐらいの感覚でしていただくといいんじゃないかなと思います。とは言ってもパンや麺が悪いわけではなく美味しいですから、楽しんで食べてくださいね。あーラーメン食べちゃったとか、あーパン食べちゃったっていうネガティブに食べるのは一番もったいない。あとはたまたま続いちゃうことってありますよね。お昼にラーメン食べたのに夜お友達に誘われてうどん食べることになっちゃった、あー1日2回麺だ、そんなケースもあると思います。そんな時は、あ今日はちょっと麺が続いたけど楽しんで食べようってしていただいて、翌日しっかりご飯食べて整えるとか、まあ、そんな風にね調整していただければ大丈夫です。4つ目は外食の頻度についてです。基本的に外食をするとどうしてもおかずの割合が多くなりますね。外食でおかずが少ないお店だとちょっとメニューも貧相で楽しくないですよね。やっぱり外食はおかずも魅力的で美味しく楽しく食べる場所っていうところがありますから、おかず多めになります。外食でおかずを残したりするのってもったいないじゃないですか。やっぱり全部食べたいですよね。ですので外食の時は美味しく楽しく食べちゃってください。そんなおかずの多い食事をした時は、その前とか後の食事をちょっとシンプルめ、おかずが少なめのご飯味噌汁中心のお食事なんかにしていただいて調整すれば OK です。外食が多い方なんかで調整する方法としておすすめなのは、おにぎり屋さんなんかを活用することですね。最近おにぎり屋さんも結構増えてるなって感じるんですけども、おにぎり屋さんって大体お味噌汁も一緒に売ってますよね。おにぎりとお味噌汁っていうのは一番シンプルなパターンとして外食でも実践しやすいのかなと思います。外食の頻度に関してはライフスタイルによってね様々だと思います。ただまあ日常的に外食が多い方は、外食の時もなるべく定食の形のお店を選んでいただくと調整がしやすいと思います。普段ご自宅での食事が中心でご飯味噌汁おかずっていう基本パターンをしっかり実践しているっていう方は、逆に外食の時はいつもと違うお料理、ご飯じゃなくても OK ですので、食べたいなって思うものを食べていただいて食事を楽しむことが大事です。質問の5つ目はおかずの内容についてです。どんなおかずがいいんですか
って理想のおかずを教えてください、そんなご質問をよくいただくんですけれども、おかずは一言で言ったら何でも OK なんです。一番理想的なおかずというのは今日自分の気分で食べたいものを選ぶっていうことです。肉よりも魚の方がいいですかとか、野菜中心にした方がいいですか、そんなご質問もいただくんですけれども、いやいやいや、頭で考えるんじゃなくて気分を、自分の気持ち、体に聞いてみて、なんか今日肉食べたいなっていう時とか、今日はなんかがっつり系がいいなとか、なんかそういう気分ってありますよね。今日自分が食べたいって体が感じるものを食べられたらすごく幸せだし美味しく食べられますよね。そんな時に油が多いかなとか、カロリー高いかなとか、もうそんなこと気にしなくて OK です。お肉も揚げ物も中華でも OK です。むしろ日によって違うものを食べることをおすすめしています。嫌いなものを食べる必要はありませんけれども、偏らないことがいいですね。意識していただくとしたら、1週間通じて見た時に同じ調理法、同じ食材が偏りすぎないこと。例えば揚げ物が大好きって言っても揚げ物ばかりが何回も出るっていうのはあまり良くないですね。お肉が大好きっていう方でもお肉ばかりじゃない方がいいですね。肉って言っても鶏とか豚とかいろいろありますよね。お肉や魚やいろんな食材が、しかもいろんな調理法、煮物があったり焼き物があったり揚げ物があったり、こういう調理法と食材を組み合わせていくと、もう結構バリエーションができると思いますので、飽きずにいろんなものを楽しく食べられると思います。6つ目のご質問は、間食や甘いものについて、間食はしない方がいいですよねとか、甘いものをできるだけ控えた方がいいですよねって、まあ、そんなご質問もよくいただくんですけれども、間食もおやつも全然 OK ですよ。食べたい時は食べちゃいましょう。その時のポイントは、罪悪感を持ったり食べたことを否定したり後悔したりしないことです。スイーツなんかも美味しく食べたら幸せじゃないですか。基本は食べて OK なんですけれども、でも一つ注意があるのは、常に食べたくなるとか、食べ始めたら止まんないみたいな、そんな状態があるとしたら、これは食事が足りない可能性があります。あとはおやつを食べちゃったからといってご飯を減らすっていうのはあまりおすすめしていません。甘いものが無性に欲しいとか、間食ちょっとこう食べ始めたら止まんなくなっちゃうというのは、根本的に体の中に必要なものが足りないとか、エネルギーが足りていないとか、何らかの栄養に不足が起こってる、そんな時に起こってくる症状なんですね。ですので、ご飯味噌汁を3食きちんと食べていると、基本的に必要な栄養って大体満たされていますので、そうするとそんなにおやつとかが欲しくならないんですよ。お米生活続けてきて甘いものとか間食欲が減ったなって感じる方いらっしゃいますか？それでもやっぱりね、ストレスがある時とか、まあ、メンタル的な影響でも甘いものが欲しくなったりすることってありますので、お食事をちゃんとしているのに甘いものが欲しいなっていう気分の時は、食べて体をこうね、体が欲しがってるところをこう与えて、体をほっとさせてあげるといいと思います。特定の時間に甘いものが無性に食べたくなるという、そんな現象がある場合、例えば夕方の4時頃になるといつも甘いものが欲しくなる、まあ、そのようなね、なんかパターンがあるという傾向の方は、おそらくですね、その前の食事が足りない可能性が高いんですね。なので夕方にそういうものが欲しくなるっていう場合は、お昼のご飯量を増やしてみる。例えば夜寝る前になんか夜中に食べたくなるっていう方は、夜のご飯が足りない可能性がありますので、夜のご飯を増やしてみる。そんな風にパターンによって傾向もありますので、何かそんな症状があってお困りの方は、ぜひコメント欄に質問してください。間食や甘いものに関しても以前出している動画がありますので、概要欄にリンクを貼っておきます。そして7つ目、最後のご質問です。食欲がない時はどうしたらいいですか？なんかご飯、米を食べる気にならないんですっていう、そんな時にどうしたらいいかっていうご質問よくあります。答えはシンプル。無理して食べなくていいですよっていうことですね。基本はあくまでも基本であって、絶対やらなきゃいけないわけではないということですね。体が欲しくないっていう時に無理に食べなきゃいけないってちょっと辛いじゃないですか。一番大事な基本は体の声を聞くっていうことです。こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないみたいなルールで食べる必要はないんですよ。ただこの食欲に関してもですね、特定のタイミングでいつも食欲が出ないみたいなパターンがあるとしたら、それは何か食事の見直しをすると改善できる可能性があります。一番多いパターンとしては、朝食欲がないというケースですね。
朝食欲がないとか朝お腹が空いてないという方に多いのは、大体夜の食事の見直しが効果的ですね。夜の食事でご飯を食べていなかったり、おかず中心になっていると朝食欲がないなんていう風になりがちです。夜のおかずをちょっと控えて、ご飯の量を増やしてみる、お米をちゃんと食べるっていうのをやっていただくと、朝の食欲、朝の体調に変化が出る方が多いのでやってみてください。今3食食べない方がいいというそんな情報が多くて、3食食べないことが習慣になっている方も増えてるんですね。そんな風に今までこうね、食事をしてきた方にとっては、3食食べると結構体がびっくりして、疲れて食欲を感じなくなったりすることもあると思います。そんな時は1回の食事量を少し控えて、体の負担を軽くしてあげてみてください。というわけで、よくある質問7つピックアップしてみました。いかがだったでしょうか。他にも聞きたいことがあるという方、または今日お伝えした内容でもうちょっと聞きたい、ここが聞きたい、知りたいという方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄に質問ください。今後の動画でお答えしていきます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また明日、明日が最終回になります。ありがとうございます。こちらが6日目のお食事です。朝ごはんはやっぱり昨日の夜のおかずのリメイクになります。旦那さんのお弁当も作っているので、お弁当用のおかずに昨日の夜の鶏の唐揚げを甘酢あんに絡めてリメイクしています。皆さんは鶏の唐揚げを作るときに鶏肉の部位はどこを使いますか？おかず多めの食事パターンの場合、お肉の脂身が多い部分を使うと油やカロリーを取りすぎになってしまうということがあるんですけれども、お米生活の場合にはおかずの割合が少なめになるんですよね。だから逆に適度に脂身のあるお肉を選んだ方がお食事全体のバランスが良くなるんです。私は個人的にジューシーなもも肉の方が唐揚げは美味しいなと思うので、もも肉を選んでいます。お昼ご飯はこの日はランチミーティングで外食でした。このお店お気に入りでよく使わせていただいています。薬膳中華のお店でとっても美味しいんです。特にランチがおすすめなんですよ。中華っておかずのボリュームがあるお店が多いんですけども、ここはおかずのボリュームが程よい上品なバランスで、お米生活にぴったりなんですよね。玄米ご飯も出してくださるんですけども、ちょっと写真では少なくなってますが、おかわりしてこの倍ぐらい食べています。お店の情報概要欄に貼っておくので、新宿方面に来た時に気になる方はぜひ行ってみてください。夜ご飯は天然マダイのソテーをメインにして、ちょっとサラダを添えて、マッシュルームのアヒージョ、これもちょっとだけ添えています。そして味噌汁の代わりにパクチーとセロリのスープになっています。洋食や中華の時は必ずしも味噌汁じゃなくても大丈夫です。スープなどの汁物があるとバランスとしては取りやすいのでおすすめです。ちなみにこのマダイはですね、丸ごとの魚を買ってきて旦那さんがさばいてくれました。余談なんですが、旦那さんがですね、気まぐれクックさんの動画をいつも YouTube で見てるんですよ。魚をかっこよくさばけるようになりたいみたいです。私は魚をさばくの苦手なんで、旦那さんがこうやってやってくれるととってもありがたいです。というわけで6日目のお食事はこんな感じです。お米生活は和洋中、おかずは何でも OK です。バリエーションを広げていろんなおかずを楽しんでくださいね。いよいよ明日が最終日、7日目です。質問や感想などありましたらぜひコメントください。チャンネル登録、高評価ボタン押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。